安倍家母書安倍家母書本清委員官営4年8月19日は江戸時代初期の女性。加藤清正の長女。名は天又小屋井友。母は側室上皇院。加藤家二代忠広徳川頼信の正室八十姫の姉である。養子に坂木原勝政がいる。母が慶長の役の際に清正に伴われて朝鮮へ渡り、 同地で解任、慶長3年11月朝鮮より撤退、日本へ帰国途中の島で生まれた。出産時に、天が取り上げたので、清正によって、天と名付けられたという、慶長11年、甘目は9歳で、立林上主、榊木原康正の着難交渉と結婚、熊本より立林に腰入れする。清正在世中であり、腰入れの壮麗な様子が、 当代記に記されている。交渉は、慶長20年、大阪夏の神保に病没したために、実家家東計へ戻り、江戸屋敷に入る。後に、大阪城代、安倍正次の着難、正澄に再化した。寛永4年に、後の老中、安倍忠志野を生み、同年に30歳で死去した。墓は、池上本門寺の安倍家墓地にあり、本気良しに先立って、 寛永2年6月24日に亡くなった聖母上皇院の墓と同じ基団に寄り添うように並べて建てられている。現在の墓は本清新院の33回期にあたる万治2年8月19日にこの安倍忠志能によって再建されたものである。法名は本清新、日照人に。本清新の実名に関しては諸説ある。古谷説本清新の諸根の家。 立林氏藩坂木原家において、江戸後期にあたる文青年間に、竹尾十部によって編纂された坂木原家譜の交渉の項に、交渉室、加藤日後守清正女、五歳下、安倍修理介正澄と名前が入れられている。天節最近発見された加藤家のいくつかの資料により判明した本清委員の実名である。一つは清正古行の家臣で、 加藤家において、清正、忠広の二代に渡り万奉行を務めた、重臣、加藤平左衛門の家系譜である、柏原跡、海加藤家系、並びに同家に伝わる、加藤日後守る清正皇五家系の二点に、清正即女甘姫の誕生と清正による、命名の由来の記載があった。加藤平左衛門の着手、兵吾摩沼の皇摩沙幸室は、日後の身体牧と佐女なり、胸部を三 ただし、土佐室は、清正京の妾、竹野丸伝の妹なり。竹野丸伝は、日後の国侍、赤星太郎米女、お甘の味方のご母校なり。竹野丸伝は朝鮮へともに召され、貴重の節、島にて、平さん。開始、取り上げ甲につけ、漁名を、お甘とつけたマフ。成人後、榊木原平十郎殿へ嫁す。平十郎殿のご即居につけ、 安倍修理大部殿へ再演、張り主し殿出生。正行室は清正に殉子した、重臣、大木戸坂上の娘であった。戸佐室は、清正教の妾、竹野丸殿の妹なりは、大木文書にも同様の記載があり、この関係が確かな事実であったことを裏付けている。清正はその側室竹野丸殿を朝鮮に、召し連れ、日本へ帰る、途上の島で女児を出産した。 取り上げたのが島の開始であったので、清政はこれにちなんで生まれたこの名を、天とつけた。と、出産の様子から命名の由来までを記してある。慶長三年の誕生も合致している。天節の二つ目の資料は1968年に発見された、加藤忠宏自筆の歌日記、ゴミからだ集である。忠宏は主立っていた姉、本清院日章の月名日ごとに忍んで和歌を作っており、 その言葉書きの中で、本上にて、その皆を、自ら天とぞいヘリタマエリケルと、本清委員の実名が、天であったことを記している。これは、実の弟直筆の同時代資料で確認された、ことになる。大名家の妻や、姫、女性の名前はわからないことがほとんどである。本清委員と地のつながりのある重帝、加藤正幸の系譜と、弟である、 加藤忠宏の自筆証言は、竹尾十部の坂木原警府は、時代が200年も下った新しい資料であるが、確かな根拠があれば、坂木原家では、古屋と解明していたということも考えられる。平十郎は、木原交渉の諸子であったが、この内本清院に養育されていた。安倍正澄と再婚する際、それまで手元で養っていた平十郎を連れて行く、わけにもいかず。 平十郎の存在を幕府に届け出た。交渉し巨事に未だ幼かった平十郎。再び寄り所をなくした勝政はしかし、加藤氏海域に連座することなく、幕府より、捨て淵千病を与えられる。これは、加藤氏の親族であるよりも、榊原家の末である、ということが重視されたためであると推測される。しかし勝政は、遠征し、高野山に登り、停発した。後に、 堺や大阪に住み、晩年は、いとこで、備前岡山藩藩主、池田光政の下で55歳で死去するまで暮らした。勝政の子孫は、坂木原氏の分家として、幕府直んの大御畑元家として存続した。当初より平十郎の存在が、幕府に正式に届けられていた場合、坂木原勝政は、交渉の着手として、坂木原本家を相続し、養母である、 ありがとうございます。